淡路市の伊佐奈木神宮では、熱い湯を浴びて無病息災を祈る恒例の湯立神楽祭が開かれました。淡路市にある伊佐奈木神宮の湯立神楽祭は、年に4回、新しい季節の始まりに無病息災を願って行われる伝統の神事で、古代の占いが起源とされています。境内には熱湯を注いだ5つの釜が用意され、白装束に身を包んだ巫女が笹の葉にたっぷりと湯を含ませて四方に勢いよく振りまきます。この湯を体に浴びると邪気が払われ、健康に恵まれるとされています。ありがたい感じで、良かったです。一年無事に過ごせるようにそれを祈って参加者は熱いしぶきを浴びながら健康や家内安全を願っていました。